はい、それでは今日はマルちゃん製麺の醤油味を使ったアレンジメニューを作ります。ひき肉とニラ、ニンニクを使ったシンプルな醤油ラーメンですが、チャーシューがないとき、うちではよくこれを作っています。ビールともよく合うので、深夜に作るとちょっとやみつきになります。果たしてうまく作れたのでしょうか。それでは行ってみましょう。はい、それでは実食していきます。程よいニンニクと香ばしい豚ひき肉の香りが、なんとも美味しいラーメンです。今回は入れなかったのですが、唐辛子を入れるとさらにビールに合う味になります。今回も大変美味しくできました。生タイプの麺でよく2食入りのやつがあるじゃないですか。あれを使うとさらに美味しくなるのでおすすめです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。最後に評価とチャンネル登録をいただけると今後の動画作りの励みになりますので、どうぞ応援をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではお料理のちょっとしたコツやお料理初心者の方のここがわからないということに答えています。このチャンネルを楽しんでいただけたら、評価とチャンネル登録で応援をお願いいたします。